皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。やっていきたいと思います。今回ですね、アップデートで新しく追加されましたパワードスーツの D1 で、パワードスーツの D1 がですね、メカビートルセット、はい、ビートルのなんかメカなんですよ。めちゃめちゃいいんですよ。まあ、とりあえず見せましょうか。これでいってみようかな。ビートルのもう完全にもう本当にメカなんで、ロボットみたいな。とりあえず出していきましょうか。どんな感じか。こんなんです。車検でかっこれ弱くない？こんなんです。さて、もうめんどくさいから逮捕ってないっすわ。メカビートルセットっすね。まあ実際ね、どうなのかちょっと分かんないですけど、こっちライト取っとこうかな、1個。爆落ち。うわー、スキル高かった。スルッとしちゃったな。一発でいいから。ケツ当てして、デビル行ってくれてる。ここも倒せる。オッケー。カマキリは問題ないじゃん。連絡なったね。よいしょ。まだどこ行くな。デビルはもう客いんやな。どっか行っちゃう。で、今回火力がね、爆落ちしかないんで。おー、どうしようかな、これ。困ってる、ちょっと倒せはするかな。うん、倒せはしたんだけど、このね、上のドラゴンライダーが死ぬほど重いんだよね、まず。どうしようかな、これ。いやー、デビル置くしかないよな、もう。まあ、ここマミーか。 OKOKOK、 高速はよしとして、この倒せない。 OK、まあ、なんか、カニ届かないとこでね、検証されてくれてるんで、あー、跳ね返された、跳ね返されそう。まあ、一応ね、一体だけ残してるんですよ。爆押しを。なんで、カニは突破できるんですよね。負けはしないし、カニは突破できるんだけど、あー、てか、そのままデビルが行く、ワンちゃん。いや、無理だな。いや、行く？あ、惜しい。いや、もう行けるでしょ、でも。まあ、倒せはする。ちょ、干渉は厳しいかな。さあ、メカビートルセットといってね。まあ、もうかなりメカメカしてるんですけど、見た目はめちゃめちゃ好きやった。もともとね、ただでさえね、強いパワードスーツに、まあ、順番的にね、D1 が追加されてしまったんで、より強力になってしまい、強力に、ね、なってしまいましたね。まあ、続いていきましょうか。はい、それではやっていきましょうか。パワードね、まあ、そもそも D1 が出る出ない関係なくね、ずっと優先枠強かったから。何にもかかわらず D1 がね、追加されてね、さらに強化されてしまいましたと。しかも純粋にね、6%。最大値からではなく、基礎ステータスの 6%。大型2本。いや、弱いな。弱いな。もういかなきゃいけないな、これ。まあ、迎撃ね。ポックルは迎撃だけど、迎撃ではないみたいな感じなんで。で、バサカか。まあ、迎撃大型はいるから、パンダ切っていいかな。ポル、オッケー。ここも、出しちゃう。で、なるほど。届くかな？あ、届くか、オッケー。さあ、ゴール行きましょう、もうこれ。できればここは取られたくない。え、これどうやって削れてんの、このブリフォン。で、届いてねえんだけど。あ、グリ以上削れてんだね。で、動くじゃん、倒せるじゃん。さあ、ここ壁しっかり張ってあげて、はい、後ろは大丈夫だから、ここお願い行こう。グラグラ、あー、これ嫌なグラグラ。タイミング的にサタンがね、闇玉を連発してしまう可能性があるグラグラだね、これ。よくないわ。
ただまあ倒せはしそうだね。オッケー。いやゴレが強い。なんだこいつ。ゴレがめっちゃ強いよね。本当に優秀だよねこいつ。これパワーも流したら相手きついんじゃないか。じゃこれゴレがこれこのバサカにまで索敵するのマジで優秀だと思うわ。いやちょっと前の動画でも最近ゴレがめっちゃ好きなんだよねって話をねしたと思うんだけど、いや本当に使いやすいんだよねこれが。バションと。さあこれパワーでやられちゃいますけど、この後キャノン系ってなります。あの砲撃系ってなりますんで、よいしょ、かなりね大きいダメージを稼いでくれて、取り手も取っていく。素晴らしい。干渉いきましょうか。いやーこれな、口良くない、歯がむき出しな感じ。はい、ありがとうございました。はい、それではやっていきましょうか。流しも強いんだけど、トルネマエも強くて、攻めても強くて、まあ、とりあえずなんか何でも使いやすいパワードさんですね。シンガとか引いたらね、もういつのことね、これパワードぶっぱしても面白いとは思うんだけど、うん、これ以上回さないでいきます。まあ、こういう感じになっちゃうと、ちょっと丁寧な感じのパワーツーツをね、求められるかなって感じですね。ゴブね。ゴブがいるなら、ここ上側に向けてパワード切って、取った後のパンダだね。パンダ、パンダ。まとめましょう。えらい。パンダガチ。えらい。ああ、まあ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 。倒せればよしだね。ああ、固まっちゃってる。で、ちょっと嫌だけど、トン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 。ああ、そっち破壊しちゃうんか。いや、マジでさ、ちょっと嫌だなとは思ったけど、優秀すぎるだろ、これ、パワードスーツ。この後のそれが、これ、プリキュアと1体いるんで、泣いて。プリキュアどこ出てくるかな。そのまま ひとまずね、ここは大丈夫でしょ、爆落ちるし。いやー、めんどくさいの来ちゃったー。どうしようかな、あれ。ここね、コストコレージを使いたくないんで、引っ張らないといけない。よいしょ。これアンチ関係的には苦手なんだけど、問題ないと思ってる。直当てすればね、倒せるんだ、普通に。けどね、火力高いから、いい感じに首を飛ばすね。規定にさせられながら、ダメージを出してくれるっていうね。あー、これいらんかったな、魔法師。悪縁で破壊すればよかった、もん普通に。素直に。まあいいか。さあ、裏技剣士も流して、パワードも流しましょう。キュートル止まってないですね。あれ？ヘビー地獄だったよね、今。下からズバズバーンって出てくるじゃん。なんか、当たり判定もしかしてちっちゃい？剣士当たってなかったよね、こいつね。この剣士。ヘビー地獄で吸い込まれたけど、食らわなかったな。ありがとうございました。さあ、それではね、ラストいきましょう。ビートルの D1 ではなく、パワードの D1 のビートル。なんかちょっとこんがらがりそうだね。やっていきましょうか。ちょっと最後、引けないかな。来た！行きます。ちょっと取り手が上下偏っちゃってるのが気になるけど。まあ行こうか。どっちが前だっけ？最近このブッパやってないから覚えてないな。さあ D1 パワードレッツゴー。ほい。なぜ大砲撃ったんだろう。まあいいや。このね組み合わせやるときはね、大砲基本撃たないんですよ。撃つとねコスなくなっちゃうから撃たない方がいいんですよ。でもなんか撃っちゃったマジで。さあ、パワード死んだブッパです。ああ、渦潮を消するつもりか。まあ、渦潮を消できてるね。
おお懐かしい、珍しい調査映画出てきてる。ってか食らいすぎじゃねえあいつ、レッドドラゴン。さあヴィーナス、はい、もうダメージ入っちゃってるもんね、殴り始めちゃってるもんね。というわけでね、まあちょっと D1 が追加されたことによってね、どこまでね性能が変わったかちょっと分かんないですけど、分かりづらいですけど、パワードの D1 でした。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。 HP0 で砲撃形態に変形、パワードスーツの D1 でございました。メカビートルセットですね、3種類、あの武器、頭、鎧全部ねもらいました。ちょっと相撲神のパワードスーツ、これめちゃめちゃいいね見た目。でもね個人的にはパワードスーツはこのシンプルなね通常のパワーボディも好きなんだよね。この緑のやつも好きなんだけど、これごつすぎるだろ、やたら強そうだけど、これ持ってる人強そうじゃない今ねこの時期にね最速でパワードスーツの DI 持ったら、それはもうねチャージしてるってことだから、まあほぼねボックス的には強い人なんだろうけどさ、いや結構ね最近のね白ドラのこの新しい D1 装備とか激レア装備のビジュアルすごい好きで、これめっちゃいいなって思いましたはい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。